こんばんは。僕の春恋ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、公演終わりでボサボサな頭なんですけど、ありがとうございました。ですね、今日のショールームはですね、このテロップ何なんだって思われてる方いらっしゃると思うんですけど、あのロードモバイルっていうゲームがありまして、スマートフォンゲームのイベントに NMB の9期生が出場することになって、そのゲームがあの対抗戦で、個人の対抗戦で、あの優勝したら、優勝というか1から3位までがあの NMB の公式チャンネルのあのレギュラー番組を獲得できるらしくて、であのすごくちょっともう勝ちたいと思っております。皆さん私に力を貸していただけると嬉しいです。でこのどういうゲームかなんですけど、あのお城があって、その各々の個人個人にお城があって、そのお城を大きくしていくというか戦うゲームなんですけど、そのあそう、初めての人しかできないっていうのはなんかね、そうみたいで、初めての人っていうか多分アカウントが新しくしないとダメなんだと思うんです。多分やったことある方だったら違うアカウント、別の新しいアカウントを作っていただかないといけないみたいで、そうなんですね、以前 やられてた方はそうアカウント消していただかないとダメで、本当にごめんなさい。でもね、あの皆さんのなお、もう逆にでも私も全然ゲーム初心者でわからないので、皆さん逆にやって経験者の方の方がそういうのいろいろね教えていただきたいなと思います。全然初心者の方も私と一緒に新しくロードモバイル初めて一緒に楽しみたいなと思ってます。ね、ゲームの中でチャットとかも一応あって、その私のお城に入っていただいたら私と一緒にやり取りもできたりとかすると思います。はい、なんかファンの方とチャットで会話できるみたいな聞いたんですけど、はい、ゲームそう、でも結構今日ずっと公演までの時間やってて公演までの時間やってて、あの意外とやってるとね、すごいあのチュートリアルというか、あのゲームをなんて言うんですか、教えて、このゲーム自体が教えてくれながらできたりするので、はい、初心者の方でも全然できると思います。でこの私のそのお城に入るにはこのギルドタグっていうのを入れないとダメ でお城の座標も、あ Y 入ってない、 X と、うん、KXY があるんですけど Y 入ってないわ、やばい、ちょっと待って、そう Y をちょっとね、あの X に載せてるので、あの詳しくは青原和歌の X を見ていただきたいんですけど、そう、そう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 なんです。結構ね、あの入力していただいたりとか、結構あの皆さんにしていただくこともたくさんあって、あありがとうございます。 Y が967です。はい、皆さんにちょっとお手数をおかけしちゃうこともたくさんあると思うんですけど、みんなで3位を目指して頑張れたらいいなと思っていますので、皆さんどうか一緒に頑張ってくださると嬉しいです。はい、あとなんかね、いろいろあって、私が載せた X のリンクから入らないとダメみたいらしいです。なので私のギルドに加入してくださる、ギルドお城に加入してくださる方は、私の X のロモバのあの告知動画を載せたんですけど、そこのリンクから入ってくださると嬉しいです。はい、あ X も3桁ごめんね、25じゃない、256ですね、2596ってごめんなさい、ちょっと X の方に飛んでいただいて、若田どんなコーナーしたい、どんなコーナー、そうやな、どんなコーナーしたいの、でもあのファンの方もメンバーもなんかみんなが楽しめるコーナーがしたいですね。なんやろ、なんか初心者の方でも
何 NMB の沼にハマってもらえるような、なんかそういう入り口になるようなコーナーができたらいいな。アカウント ID10 桁って書いてるけど9桁が正しい。お新アカウントお願いします。皆さんぜひ私のお城に加入してもらえると嬉しいです。やっぱり YouTube って結構いろんな人の目にも留まるしね、できたらやっぱり知名度とかも上げられると思うので、これは3位以内に入りたいですね。はい、あ PC からも参加できますよ。できるって聞きました。寝る前にバリアしてないと他のキルドから攻撃されるよ。え、何それ何それ、やばいやばい。あ、でもなんかバリアみたいな守るのなんか今日レベルアップさせましたよ。なんかね、いろいろあって技とかなんかそういうレベルアップさせるのか、はい、皆さんぜひ私のギルドでお城でお待ちしてますねえ。ちょっと旧機のみんなと戦うのは心苦しいんですけど、はい、ここはぜひ頑張りたいです。勝ちたいと思います。普段ねゲーム全然しなくて詳しくないので皆さん教えてください。でもロードモバイルは1回やったら結構ずっと1時間ぐらいずっとやっちゃって進めたくなっちゃうだから中毒性ありですね。おすすめです。なんかマリオとかそういう進めていく系好きなので、私もロードモバイルハマりそう。どんどん進めたくなっちゃう。なんかレベルアップしていくんですよ、どんどん。お城もだし、その戦いに勝ったらね、どんどん増やした兵士や作物お金を奪われたり、え、城を壊され、え、大変やん。増やした兵士も攻撃されるの？お金も奪われちゃう？うっそ。私結構いっぱい戦ってゲットしたんやけど、やばいな。夜怖い。夜も眠れへん。あ、なるほどね。みんなめっちゃ詳しい。ダウンロードして最初の数日はバリア自動で貼ってくれる。なるほど。え、でもダウンロードしてから結構私経つんやけど、じゃあやばいかも。偵察しちゃったらバリアなくなる。え、めっちゃ偵察してんけど、やばい攻撃されたらパワーも下がる。え、ちょっと確認しますね。皆さん一緒にやりましょう。ちょっと今はねスマートフォンが1個しかないので、私のこの配信してるスマートフォンにゲームが入ってるので一緒にはちょっと今できないんですけど、また後日この私のゲームしながら皆さんと進められたらいいなと思ってます。いや本当に怖い。ちょっと皆さん私変なことしてたら教えてくださいえ、怖い怖い、いっぱい襲ってくんの。守って、みんな守ってよ。他のことなのでやっぱ人数が多ければ多いほど守りも強くなるみたいなので、はい、皆さん私の元についてください味方についてください。という感じですね。バトル系ですね、はい、という感じです。ロードモバイルの NMB4 と吸気性バトルよろしくお願いします。え、 NMB メンバーの以外の国から攻撃、あ、でもなんかね2回ぐらい相手から攻撃来て今のところ全部勝ててるんやけど、やばいね。あれってそのなんか個人のその自分の兵士たちのレベルもどんどん上げてかないとダメってことですよね。え、海外のギルドがマジで容赦ない。え、怖い怖い、やだやだ。え、ちょっとみんな守ってください。他のこと私たちのギルド守りましょう。一緒にロードモバイルのお勉強しましょう。
4個目のアカウントぜひお願いします。作ってください。偵察されると攻撃に注意。分かりたいから守りたい、和歌を守りたいになってください皆さんお願いします。ワンちゃん、ユカとワカ、断然ユカの方が得意ですね、ゲームは。はい、でもちょっとユカ敵なんでね、教えてもらえるか分かんないからいやでも優しいから教えてくれると思うんですけど、はい、なかなか姉妹で敵という、これまた複雑な。ありがとう。皆さんよろしくお願いします。はい、ゆかはゲーマーなんですけど、私全然ゲーム詳しくないので、ちょっとこれを機にゲーマーになりたいと思います。え、同盟とか組んでいいのかな。同盟組んじゃったらさ、順位どうなるんやろ。ありがとうございます、皆さん教えてください私も今日またお家帰ったらローモバやりたいと思います。これってあれなんかな、今からやりますとか、何 NMB のあれみたいな感じで、あのトランプとか麻雀みたいな感じで言ったら一緒にできたりするのかな。あ、なるほどなるほど。チャット機能、あ、じゃあやっぱやるときは、ゲームするときはチャット機能とかでお話できるから、ちょっと言った方がいいんか、今からしますとか今からじゃあやりますって言いますね、はい、旧棋生もいっぱい、たくさんゲームが得意なメンバーもたくさんいるので、皆さんお力を貸してください。よろしくお願いします。じゃあちょっとこんな感じで、また携帯が2台あるときにもう1回配信したいと思います。じゃあちょっとランキング読んでいきますね。13位ゴーシさん、ありがとうございます。12位コちゃん、カムサムニダー、ありがとうございます。11位 FFF さん、ありがとうございます。10位ゴッドちゃん、ありがとうございます。9位清正さん、ありがとうございます。8位てるてる坊主さん、ありがとうございます。7位アサヤン、ありがとうございます。6位スーパーサブさん、ありがとうございます。5位ディアズさん、ありがとうございます。4位うまさん、ありがとうございます。第3位奈良のあそぽんさん、ありがとうございます。第2位88二郎さん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルドゥン坂口ちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、ロードモバイル私もちょっと頑張りたいので、皆さん私のお城にギルドに加入してください。よろしくお願いします。またX の方にギルドタグとお城の座標が載っているので、それを入力していただけると嬉しいです。よろしくお願いしますはい、ローモバよろしくお願いします。今日またお家帰ったりやるので、ありがとうございました。皆さん今日の講演もありがとうございました。またね、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい、ありがとう。